大つけ麺博は日本で毎年秋に開催されるつけ麺、ラーメンのイベント。大つけ麺博実行委員会が主催。2009年から開催されており、2013年より新宿区立大久保公園で開催されている。本イベントではタイトル通りつけ麺にこだわり、全国各地のつけ麺の名店がしのぎを削り合う。イベント期間を 週ごとに第一陣から第四陣までといった形で、区切り、各陣ごとに、店舗の入れ替えが行われる。通常は午前11時から午後9時まで開場。店舗入れ替え日は、終了が早くなり午後3時閉場となる。2009年春に開催された、東京ラーメンショーに対抗し、初回開催は、同年10月22日から11月12日までの3週間。 日比谷パティオで開催された。その5ヶ月後の2010年4月には15日から18日までの3日間にわたって、六本木ヒルズアリーナ、6月14日から7月4日には、北海道札幌市でも開催。正式な第2回目として2010年9月16日から10月6日までの3週間にわたり、東京都港区の浜松町駅前、特設会場にて開催された。 以降、2012年までは、毎年秋に、浜松町駅前、特設会場にて開催された。5回目となる2013年からは、新宿区歌舞伎町の特設会場で開催されている。いずれも、大付面白実行委員会が主催している。記念すべき1回目は、1人から3人までが8店舗ずつ、登場し、全24店が参加した。春開催。 編集正式タイトルは、大月麺博2010キックオフ。で、5店舗が参加した。札幌開催、編集正式タイトルは、札幌大月麺博。初めて、東京以外での開催となったこの会は、1陣から3陣までが6店舗ずつ登場し、全18店が参加した。初日にはカノも会場に駆けつけた。この年は、道場六三郎、陣健一、 川越達也といった大物が特別参加。また、シャンプーハットの宮田哲次が大阪、東震災橋に自ら出展した宮田メンジを率いて出展した。この年からイベント限定アイドルユニットとしてトッピングガールズが登場する。6店舗ずつ全24店舗。6店舗ずつ全24店舗。6回目となる、この年は、 正式タイトルを大つけ麺博ご当地つけ麺 GP と題して開催された。10店舗ずつ全40店舗。7回目となる。この年は、つけ麺の誕生60周年を記念し、前年までと趣向を変え、つけ麺生誕60周年記念、大つけ麺博プレゼンツ、つけ麺 VS ラーメン本当にうまいのはどっちだ、決定戦と題して開催。つけ麺とラーメンによるバトルが、 テーマで、両人営が一人6日間、5店舗ずつ、出店主どちらがうまいか対決を行った。この年は、平日15時から18時に、ハッピーアワーを設け、ドリンクブースで販売されるアルコール類の値段が、半額となった。また期間中、裏テーマを、麺と音楽とお酒の調べとして、ジャズなどの音楽イベントも開催された。10店舗ずつ、全40店舗、9店舗ずつ、 全45店舗。9回目となる、この年は、大付け麺博大感謝祭と題して、開催、前後週、過去最多となる45店舗が出店。大付け麺博発のスピンオフイベントとして、2016年から開催されている。日本全国のラーメン店が集結し、最強の一杯を引っ提げて出店する。町田市の町田市役所旧庁舎土地にある、芝生広場、 町田市は広にて開催。初回は2016年春に開催され、13日間で8万人。2回目となった2017年は3月30日から5月7日まで、歴代最長となる6週39日間にわたって開催され、この年はラーメンに加え、餃子ハンチャーハンフェスも同時開催された。会場内で販売している食券の半券がそのまま投票券となり、 来場客が美味しいと思った店に投票する。投票で選ばれた店のうち最も票数の高かった店が日本一美味しいつけ麺に選出される。日本一の決定方法は単純な得票数ではなく、得票数、総売上配数イコール、オムドの計算式で決定する。トッピングガールズとは東京での大つけ麺博を盛り上げるために結成された大つけ麺博のイメージユニット。 マネージメント業務はアリスプロジェクトが担当。期間中、会場内で定期的にライブも行われる。もともとは2010年の本イベント限定のユニットであったが、終了後もアイドルユニットとしていくつかのライブイベントに出演すると、活動を継続している。2011年には起きてポルシェがプロデュースし、トッピングガールズ2.0とユニット名を改め、 ネット投票で7名を選び、さらに敗者復活戦で3名が選ばれた。当初、トッピングガールズも2.0も2011年の大付け面白終了とともに解散予定であったが、2012年の大付け面白まで活動を延長することとなった。2011年10月22日のライブをもって、伊藤さな春菜花が契約上の自由により、 また、愛川千佳が、足の捻座の療養ため脱退し、10月30日より、渡辺回り、津回りへ、桜のどかの3名が、新たに加わった。2012年は、トッピングガールズ GT とサイドユニット名を改め、前年の8名の加え新たに4名が選抜された。2013年は、トッピング、ガールズファイナルとして6名が選抜された。2014年は、 日本各地のご当地アイドル5組がご当地トッピングガールズとしてイベントに登場。2017年の大つけ麺博プレゼンツ最強ラーメンフェス同時開催餃子ハンチャーハンフェスではトッピングガールズ FTTV として9名を選抜。2019年東京新宿で開催された大つけ麺博美味しいラーメン集まりすぎ祭りでトッピング ガールズアードックとして復活。ユニット名のアードックは騒音問題により会場でのライブが行われず会場にいるだけイコールアードックというところから2020年の大月面博は栃木県小山御殿広場で4月3日から開催予定だったが新型コロナウイルスの感染拡大防止のために3月6日に中止が発表された。 トッピングガールズのオーディションは二次審査まで終了していたため主催者と参加タレントの協議で親までライブはできないが結成すると決定し3月16日に最終オーディションと結果発表が行われた正式名称は7代目トッピングガールズ4月に仮面女子カフェで開催を予定していたお披露目ライブもコロナの影響で中止ライブ案で活動を続ける 2010年トッピングガールズ編集2011年トッピングガールズ2.0編集10月30日より2012年トッピングガールズ GT 編集スープガールズ編集スープガールズはトッピングガールズ GT の妹ユニットとして大付け明白を盛り上げるため2012年に結成されたアリスプロジェクト所属の女性タレントで構成され会場内外でのチラシ配りや 平日のステージを担当した。活動は2012年、大月明白の期間内に止まっている。メンバーは、河村紅花、桜里安、新夜さつき、神谷絵里奈、大雪、佐藤七歳、月宮かれん、ゆうきめる、沢田り沙。2013年トッピング、ガールズファイナル、編集2014年ご当地トッピングガールズ、編集2017年トッピング、ガールズ FTTV、 編集2019年トッピング、ガールズアードック、編集2020年7代目トッピングガールズ、編集本イベント関連の番組はいずれも、テレビ朝日で放送。つけ麺の鉄人生放送、大つけ麺博全部店スペシャル、クレヨンしんちゃんが教えてくれる世界最大の、大つけ麺博、大つけ麺博日本一決定戦。つけ麺ダービー大予想スペシャル大つけ麺博プレゼンツ。 最強ラーメンフェスに関するカテゴリートッピングガールズに関するカテゴリーありがとうございます。